こんばんは。こんばんは。本日は東京タワーにご来島いただきましてありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サンデーが始まります。どうぞ皆様ステージの前の席が空いておりますので、どうぞごゆっくりご観覧くださいませ。本日の MC を務めます上本千夏です。どうぞよろしくお願いいたします。まずは東京タワーからお知らせです。9月の13日は新血管病予防デーということで、東京タワーがグリーンにライトアップされます。日本新血管病予防会は新血管検診の大切さを広く啓発普及させることを目的に、毎年敬老の日の近辺で、今年は9月13日日曜日を新血管病予防デーと制定しています。また血管病予防運動はグリーン IB 運動とも呼ばれています。 IB を意味するツタの葉っぱが心臓のイメージをさせることから、ツタの葉っぱが血管予防デーのメインシンボルとして使われているため、9月13日日曜日18時30分頃から東京タワーがグリーンにライトアップされます。ぜひチェックしてみてください。それでは大変お待たせいたしました、この後登場の丸山恵子さんをご紹介します。1972年エピックレコードからそっと私はでアルバムデビュー。1976年アルバム黄昏メモリーに収録されたどうぞこのままが大ヒット。今年の9月2日には傍らの愛をリリースされました。アルバム傍らの愛を引っ提げた記念ライブが9月の25日金曜日に下北沢コムカフェおとくらにて開催予定です。今回はアルバムのサウンドプロデューサーでもあるベーシストの佐藤玲さんをお迎えしてライブをお送りいたします。それでは丸山恵子さんを大きな拍手で お迎えください。はい、皆様こんにちは、丸山恵子です。今ご紹介に預かりました通り、この9月の2日に傍らの愛という、ね、新しいアルバムを発売いたしました。今日はその中から何曲か聴いていただこうと思います。それではこの曲は2011年の東日本大震災、あの後にチャリティーで作った、ね、CD があるんですけれども、その中の曲です。スタンバイはまだですか？大丈夫ですか？はい、それでは聞いてください。 Sometime, Somewhere。 どこかの公園でいつかの夢を見る、終わりの見赤く染まった想い、闇に消えてくこの街で、手のひらからこぼれる。
Somewhere という歌でした、東日本大震災の時にはもう直後にはね全然歌は思いつかなかったんですけれども、夏ぐらいからかな少しいろいろなことをやはり頭の中で考えて、なんか励ます歌というか、そういうなんか頑張ってっていう気持ちは もちろんあるんですけれども、それよりもなんか自分もいろんな経験をしてきたので同じ気持ちになって、歌が書けないかなと、自分に対してもね励ましの歌になるようなそんな曲は書けないかなという感じで書きました。1曲目が Sometime Somewhere、そしてもう1曲あります。じゃあこちらも聴いてください。足跡です。と教えてくれた思いに恥じないように揺れながら震えながら今立ち上がる瞬きする間に変わる景色心が折れそうになる涙さえ凍りついてもう何も見えないだからあなたが歩いた道に残る離さずに
残る足跡は明日に続いている。希望の道しるべ足跡たどればそこに生きてる証がある。迷わずに心開けば思いは叶えられる。あなたが歩いた道に残る足跡歩みがある。あなただけ照らす光が永遠に続いている。 Love forever, Love forever. どうもありがとうございました。足跡という曲でした。はい、今日ちょっと東京タワーに来たのは10年ぶりかなという感じで、多分この人がまだこんな小さい頃に来て以来かなと思うんですけれども、いやここから見る景色は素晴らしいですね。本当に気持ちよくて、今歌いながらねずっと景色もなぞってたんですけれども、本当にもうとてもね、なんか大都会の向こう側にすごい広い気持ちで、大きな気持ちでっていうんですか、とても気持ちよく歌っています。はい、それでは次の曲はね、先ほどご紹介いただきました、こちら私の長男でございまして、今回のアルバムの、いっぱいやりましたね。本当に打ち込みというのと、それから、エンジニアと、それから、1曲は作詞作曲歌もやりまして、で、本当にねミックスダウンもやって、もうとにかくもう家内工業で頑張っておりました。はい、それで今日は、じゃあちょっとね歌ってもらおうかなと思いますね。佐藤麗です。よろしくお願いします。ごめんなさい、名前が遅れました。佐藤麗です。私のまた2倍ぐらいありますから、はい、とても画面の中に入るでしょう。大丈夫でしょう。野球少年だったんですね。もうちょっと今プロレスのようですけれども、はい、実は野球少年はい、じゃあちょっと交代しますね。はい、ご紹介いただきました佐藤麗です。よろしくお願いいたします。はい、9月2日に発売しました、丸山慶子のニューアルバムのね、傍らの、はい、サウンドプロデュースをやっております。で、まあ1曲だけ、ちょっと僕の曲を、今回入れさせていただきまして、その曲をやろうと思います。コーラスで丸山さん参加していただきますんで。あまりコーラスをやってる丸山恵子をあんまり見ることはないかと思いますが、ちょっと、それも楽しんでみてください。それでは聴いてください。小さな証。
静かに雲を見てた。空の向こうに今も微笑む無邪気な姿、毎日に追われ続ける日々、大切なものをなくして、それはとても小さなつぼみ、いつかは大きな花を咲かせる、あの日の約束はもう風に散っていた。それはとても小さな証、いつかは大きな夢を咲かせる、青空と風に抱かれて、そして生まれ変わる。はい、どうもありがとうございました。小さな証という、ね、歌でしたけれども、大きな体でとても高い声で歌うので皆さんによくびっくりされるんですね。そうですね。そして小さな証というね、はい、タイトルは小さな証なんですが、今回のアルバムはですね、とても私が、ずっと温めていたというか、
心の奥にいろいろ感じてきたものがありまして、本当にあの2000年を超えてから、もうだいぶ経ちますけれども、でもどん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 いろんなあの昭和の時代にはなかったようなね、出来事がたくさんあったような気もしますし、天気も非常にいろいろあのこの頃はね、とてもゲリラ雷雨とか大変な雨が降ったり、今日もね、今日も先ほどバーッと降っておりましたけれども大丈夫でしょうか。あの本当にそういうお天気の方も心配ですし、いろんな災害、そういうことも、気になりますし、そんな中で、本当にいろんな方の心の中に、不安ややはり迷いや、そういうものがあの私自身もそうですけれども、ちょっと膨れ上がっていくところがあったので、そんな時に、なんとかこう前を向こう、昭和の時代のようにね、やっぱり前を向こう、向きたいっていう気持ち、すごい大事だなと思いまして、あの一曲一曲に、そんな思いを込めました。本当に心に優しい、そういうアルバムになっています。ですからもう本当最初からね、最初はあの後で歌いますけども、どうぞこのままのね2015年バージョンというのが入っておりましてね、でこれはまたちょっと後で聞いていただきますが、とってもびっくりするアレンジになっていますからね、2人でね考えたんですよね、はい、だからそのまあ今聞いたらでもなんか新しいもの、みずみずしいもの、そんな風な音になったらいいな、そんな歌になったらいいなという気持ちで作りました。今日はねちょっとその一部ですけれどもご紹介しておりますけれども、それでは続きましてですね、これはちょっと大人のラブソングです。はい、本当になんていうんですかね、ちょっと気持ちとしてはずっとずっと変わらないものを温めていて、それを本当にこう大切に今まで生きてる、そんな感じの本当に大人のラブソング、この風景にぴったりかもしれません。聴いてください。慕情です。星空を見上げて思い続けても、叶わない人だと分かってるのに、諦めきれずもう終わりが近づいてきて、命削る時が過ぎてゆく、それでも微笑みを絶やさずに、今この時も見つめている愛しい面影を、夜の帳の向こうから
この時を見つめている愛しい横顔、夜のしじまに飲まれて昔ですけれどもね、とても有名な、ね、映画がございましたけれども、本当にそれも私も不安でね、いい音楽も素晴らしかったんですけれどもね、はい、そんな歌です。もう私は日本語がすごく大好きなものですから、詩を書くときに、とにかくいろんな日本語の味わいある言葉をと思いまして、ちょっと最近はね、本の中とかではないと目にかからないようなね、墓場もそうですし、夜の帳とかしじまとか、そういう言葉もなかなかその、本とかね、文学的なところでしか見なくなりましたけれども、ぜひ伝えていきたいのでね、歌っていきたいと思っています。はい、それではなんか一曲一曲のねお話ももっともっとしたいんですけれども、時間にもまあ限りがございましてですね、ぜひ、そういう話は今度9月25日、下北沢おとくら、そちらで、この傍らの愛のね、インストアライブをやりますから、ぜひぜひぜひお集まりいただきたいと思います。本当はこうサウンドもね、実にもう2人で頭を悩ましたものですから、たくさんいろんなお話をしたいところなんでございます。この親子のねやり取りとか、そういうのも今ラジオとかではね喋っておりますけれどもね、はい、ぜひその25日の日には、あ、そうそう、下北沢おとくらの女将、生野真代さん、女将とご自分で言ってましたけど、も駆けつけてくださいます。真代さんの歌も聴けますのでね、ぜひぜひ楽しみにしてほしいと思います。はい、それでは、そろそろね終わりに近づいてまいりましたけれども、ではその私が今回ですね、どうぞこのままという歌は6回目のカバーになるんですね。で、今までボサノバ風とかね、やっぱりアストラッド・ジルベルトとかね、そういう感じの雰囲気とかギター1本とかいろんな形でやってきたんですけれども、今回は、本当に私が最初に、思いついた頃の、実はフランスがとても好きで、フランス経由でボサノバを聴いていたものですから、そんな感じのフランシス・レイとかね、そういう感じの雰囲気をこうちょっと醸し出した感じで、景色としては雨の降るパリ、そこに佇む
女性が一人、そんな感じの映像が浮かんでくるようなサウンドになっています。今日雨ですけれどもね、こんな感じから始まります。どうぞこのまま。Oh,
どうもありがとうございました。はい、どうぞこのままの2015年バージョンをお送りしました。はい、ではここでちょっと佐藤玲は終了ではないですね。ないですね。間違えました。私すみません。弾き語りなんで一人でやるんだっけとか思っちゃいましたが。実はベースも入っていました。大変失礼いたしました。どうぞこのまま本当に最初のバージョンを聞いた方はね、もう本当あれ全然違いますねみたいな感じがしたと思うんですけど、すごくちょっとフランスの匂いはねしていたんじゃないかなと思いますが、突然振られましたね。はい、今回の9月2日に発売される、カタラの愛はもうほぼ2人でずっと作っておりまして、今聴いていただいたどうぞこのままなんかは初めてコーラスを入れたいと最初にですね、丸山から言われた時に、どうやって入れるんだろうかっていうのを僕はちょっとこう想像がなかなかできなくてですね、どうするのみたいな感じから始まったんですけど、でもこうね、こう出来上がっていくうちに、ああなるほど、ああなるほど、ああこういうことなんだなっていうのをこう解釈しながら、でも今便利ですよね、今や YouTube なんかこう見ながらですね、こういう感じをこういう感じをなんて言いながら、こうこれは無理だとかこれはあだだだこうだ、そうそう、フランシス・レイは知らないし、佐藤レイはね佐藤レイはフランシス・レイを知らない、そうなんです。世代ではない。別にフランシス・レイからレイという名前を取ったわけではないんですけれども、はい、わかりました。でも、はい、でも大尊敬してるね、作曲家なんですよ。はい、もちろんです。はい、で、かつて男と女という、映画がございまして、世界的にヒットした、それがタラナダバダバダダバダバダというのがあるんですよ。聞いたことあり、若者の、だいぶ若者の方々は知らないな、CM とかですね。そうですね、そういう、ダバダバを撮りました。 11PM というのもありましたね。シャバダバダバダバシャバダバみたいなのもありましたけれどもそうなんですよ、ダバダバとかシャバダバとかは結構昔はよく使ってたんですけど、最近全然ね、あんまそういう音楽がなくなりましたね。そうですよね、本当にね、あんまり聞かないんで。そんなわけでちょっと珍しい句もありということもあって、そんなアレンジにしました。はい、はい、それでは、今日最後の曲になってしまいます。本当に今回のアルバムね、もう私自分自身のやっぱり音楽と本当に、まあ、真摯に向かい合ってというか、本当とっても自分を素直にこう出せたらいいなという気持ちで作りました。そしてその気持ちを皆さんとね分け合えたらいいなと本当に今ずっと願っています。今日はこの後にね即売もございますので、私が あちらに立ちますので、ぜひ気に入っていただけたら、お買い求め、お持ち帰りください。お願いします。はい、それでは今日最後の歌です。その、本当にご自分の身近にいる、恋人、家族、それからご夫婦ね、それからお子さん、どなたでもいいので、とても自分の身近にいる一番大切な人を思いながら聞いてください。傍らの愛です。そこに笑顔がある。手を伸ばせばすぐに触れ合える。そばにいると部屋
凍えそうな夜も暖かくなる。いつもいつでもそこにいるだけで心は寄り添ってる。近すぎると見えなくなる大切なもの。傍らの愛。どうもありがとうございました。ありがとうございました。丸山恵子さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。
この後ステージの右側で物販コーナー設けて物販の販売させていただきますので、ぜひ足をお運びください。東京タワーではですね、毎回素敵なアーティストをお迎えしております。次回の東京タワー TV、 土曜日は9月の12日、日曜日は9月の13日となります。来週もぜひここ東京タワー大展望台1階のクラブ333にお越しください。この後も東京タワーからの夜景をお楽しみください。本日のお相手は上本千夏でした。どうもありがとうございました。